Monster. Hi guys, welcome back to Berserk and the Man of the Hawk. Last time we played, it was we're not doing any damage to Grumberbell, whatever his name is. I forget how to pronounce it, but we're gonna get the armor, it seems, as I'm getting equipped. The dog coming back out. I'm no longer the same black swordsman as I once was. Jesus, that's insane looking. Oh, dude, that's sick looking. I don't need to be. Oh, come on. Oh, I still hit him. Jesus Christ, this armor is insane. I am not even, like, simply just not even the same person. This is, like, insane amounts of damage I'm doing. How, look how fast I'm running, bruh. And see that transformation. Let's see how good it looks. Very good, actually. I was thinking more like a... I know he's a flame dragon, but I thought it was gonna be more like a white... white crystals and stuff. Oh, dude, I gotta see what this thing is like. What this thing is. Oh, that's sick. Yeah, I ain't gonna be just the Hundred Man Slayer anymore. I am the Dragon Slayer. Because the Mistred said so. Oh,
Monster. Give me my attack. I wanna see what this, how much damage this actually does without the, without limitations. It was kinda weaker. I think it's more gonna be AoE based, so it's gonna do a lot more damage to multiple people instead of one person. Like most of them, but that's a little annoying. I can pop it once more, and this should kill him. If I could see anything, holy balls, man. No longer human. It's not your fault. You listened to your teacher. あなたが道を示すのです。やってみます。お師匠様。私、あの人を。これは炎。怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない。 流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出してあなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。 Yes, get back to your senses. ありがとう。お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を。愛しき子よ。さよなら。私の日だまり。 これが海かよ。楽しそうですね。石泥さん山育ちだそうですから無理ないですね。海見たぐらいではしゃいじゃっておこちゃま。こんなのただの大きな水たまりじゃない。いいもんだな。日が沈むのをこんな穏やかに眺められるなんて。
また眠れる夜が来るなんてよ。You say that, and then there's going to be another sleepless night. 眠れる夜がやってきた。だが、黒き甲冑をまとうその体には異変が起きていた。散歩か。確かにこの月明かりじゃなかなか寝つけねえな。ガッツさん、傷が痛むのでしょうけれど、無理してでも休まれた方が。夜の海ってのはゾッとしねえな。ぼーっと眺めてるとこの真っ暗なうねりの底に吸い込まれちまうような気がしてくるぜ。私、海は初めてなんです。お師匠様がおっしゃってました。海は隔離音と通じてるって。美しくて優しい、不気味で恐ろしい。そんな風に万人の心の琴線に触れる風景、そういう場所は必ず隔離音とつながってるんだって、あの頃は想像するだけだったけれど、こうして海辺に立ち、初めてお師匠様のおっしゃった意味が分かりました。私は今見知らぬ場所にいる。あれから少ししか経っていないのに、とても遠くに来てしまったような気がする。私はもう戻れない旅に出たんだ。Well, there is kind of no return. The only place you can go has been burned. そうやってコリコに自分の中でまとまったり、他人の気遣いばかりしてる方が気が紛れるかもしれないけどな。そんなこと。ガキの自分からそんなことばっかやってると、ひねた大人になっちまうぜ。ひねた大人の見本がよく言う。お気遣いなく。私たち魔術師にとって親しき者と死に別れるということは、あなた方宇津世の人々にとってのそれとは意味が違うのです。隔離世と宇津世の両方に身を置く魔術師にとって、死とは終わりではなく、新たな偉大な生命へと羽化することで、決してシールケ、決して悲しむことでは。Okay. なんだかすっとしました。目と鼻が潮風でピリピリします。実を言うと俺もだ。体中な。あ、やっぱり無理してる。Why is the...シールケももう年頃か。でもまさか初めての人がこんなおじ、もっとい年上だなんてね。ちょ、イバレラ、ワイルドな年上の人に初めて芽生えた少女の淡い思い、いやー、くすぐったい、ラブリーン。客だ。あんた、やはり生きてたか。その言葉、そのまま返そう。今日は何の用だ。見舞いに来たわけじゃねえんだろう。あんたがここにいるってことは、まさかこの近くに使徒が。目はいくつかの色を失い、舌は味を失う。指先は震えに疲れる。どうしてそれを。それは兆し。その鎧を帯び、強戦士として戦いを重ねれば、光、声、ぬくもり、多くのものをお前は失うことになる。さすがは我が家のお蔵出し呪いのアイテム、えげつないわ。そんな。いけすかねえな。相変わらず何でも知った風な口ぶりだぜ。Probably because he looks like he's worn it. あいにくそんなことにはなりゃしねえよ。もう二度とあんなざまにはならねえ。That means you will. 次はシラフでこいつを使いこなしてみせるぜ。Anytime you say never, it's gonna happen. そうです。
ことにはなりません。私がそうはさせません。失礼ですが、あなたとお師匠様は一体どのような間柄なのですか？この甲冑はもともとあなたが身につけていたものなのではありませんか？レイジの森の魔女のマナ弟子だけあってなかなかに逆しいものだ。いかにもその鎧は我が身に帯しものであった。遠い昔、我らが時の断りの中にあった頃、我らは友だった。ちょうど今のお前たちのように。その鎧に宿るオドは決して消えることのない炎と同じ。火種はくすぶり続ける。気があればたやすく豪華と化す。たとえ呉服が施されていようとも、夢夢侮らぬことだ。お前が人としてあり続けたいと望むのならば。Alrighty then. ブイヤベース風磯鍋です。久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが、塩が効きすぎましたか？いや、ちょっと口の中の傷に染みただけだ。いけるぜ、こりゃ。しかしなんだな、その頭。もはや黒い剣士って感じじゃねえよな。ちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。勝手に言ってろ。で、結局どういうとこなんだ、おめえの国ってのは。あえてモーサバ、エルフヘルム、そこははるか西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフヘル、ヘルちゃう、エルフヘルム。おめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろ、エルフヘル。私聞いたことあります、お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前はスケリグ島、レージュの森と同じ狭間に属しているので、海図にも乗っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島ではエルフたちと一緒に多くの魔術師が暮らしているそうです。私も一度この目で見てみたいと思っていました。どうしました？霧に紛れて何か来る。いつもの資料さんたちでしょうか？ゴフは完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは資料よりもレイジュの館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは死と。来ます。 Let's do this。So will I ever become a berserker armor? Like, will that ever happen again? Or can I force that to happen?
ここは手分けして当たりましょう。Those are the oddest looking enemies, Helen. I never realized how odd these things are. Even reading Berserk, they're just odd looking. More so than anything. They're assaulting. Oh, nah. Get off a young one. He's like my boy from God of War, you know? That this won't happen all the time now where I'm waiting for her to do stuff, because that is it's a little annoying. Like I get it, but it doesn't need to be in every single like small mission ever. Can't do anything. More Fushan. Okay.
We thought it was gonna be that simple, huh? Really annoyed of you guys, so please just take that. Thank God this horse is super duper fast. Thank Lord have mercy. Okay, I can't enter there. Some reason. Don't know we. We're gonna have to figure our way around, probably, what it's looking like. Come down here and then just turn here. They really just want to, they keep adding stuff, bro. Just, like, nah, you got more. Okay. I'll be fine. It doesn't matter. Nothing will survive me. Oh my god, this is sick. Never mind, I shouldn't be complaining.
This is best fight ever. Pull him out. That's bright. Oh, my eyes. God damn. That was bright. そうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょそうだったなそうだぜなんだか知んねえけどこいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろだったらいいじゃんあなたはことの重大さが分かっているのですか一歩間違えばガッツさんの命に関わるんなのいつものことじゃんよやばい目にあったかもしんねえけど俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ私もそう思います今はできたことに純粋に喜ぶべきです危ないのは承知の上ですしこうして全員生き残れたのですからたく女子供に寄ってたがって慰められちまうとはたく今回はそういうことにしておくかあとほんのわずかで俺は I think that's where we're gonna end it for tonight guys well I should say well tonight or today whatever whenever you guys watch this but I hope you guys have a wonderful day and see you in the next one bye bye